今回は離乳食中期について野菜のすましあんかけの作り方をご説明いたします。分量の説明をします。1人分で白身魚 10g、 じゃがいも 20g、 人参 1g、 ピーマン 5g、 だし汁 40cc、 薄口醤油 1ml、 片栗粉小さじ1/2、水小さじ1です。ピーマンは緑黄色野菜に含まれます。離乳中期になると苦味や癖のある野菜も取り入れると良いでしょう。次にじゃがいもの皮を剥きます。皮を剥いたじゃがいもをスライスします。みじん切りにします。出来上がりがこちらです。 2-3 ミリのみじん切りにしたものです。ピーマンをみじん切りにします。出来上がりがこちらです。 2-3 ミリのみじん切りにしたものです。人参の皮を剥きます。皮を剥いた人参をすりおろします。こちらがすりおろして水分を切ったところです。沸騰したお湯で白身魚を入れます。中まで火が通るようしっかりと入れてください。茹でたものをこのようにビニール袋を使ってほぐします。ほぐしたものがこちらになります。鰹節で取っただし汁でみじん切りにしたじゃがいもとすりおろした人参を煮ます。ピーマンは色が変わりやすいため後から入れます。野菜の煮え具合はお母さんの親指と小指で潰せる硬さが目安です。野菜が煮えたら醤油で味を整え、水溶き片栗粉でとろみをつけます。離乳中期頃になると潰した食べ物をひとまとめにする動きを始めます。このように片栗粉でとろみをつけてあげることで食べやすく、また飲み込みやすくなります。とろみをつけたらこのようになります。こちらがほぐした白身魚の一人前です。この上にあんをかけて出来上がりです。以上で野菜のすましあんかけの説明を終わります。ぜひお試しください。